まあ、そろそろロレックス行こうかなと思っています。これは、まだロレックスが、防水ケースですね。要するにオイスターケースを、作る前に、発売したロレックスのシルバー銀無垢ですよね。なんですけれども、これにもパテントが入ってまして、何かと特許があったと思うんですね。これが文字盤ですね。スイスメイドになってます。多分イギリスで販売された時計だと思います。刻印とか見ると、そういう感じですね。で、これハンターケースになってまして、で、ここが止められるようになってます。ハンターケースで。あれ、止めてました。で、裏蓋がですね、これ、銀の裏蓋、シルバー925、スターリングの925になってまして、こういう感じですね。これはベルベットのパテントが入ってる。多分、このスクリューバックのパテントじゃないかなと思いますね。で、これが機械なんですけれども、機械ももうなんかちょっと、当時のロレックスらしい機械にちょっとなってきてますよね。多分、懐中時計をちょっと小さくしたような機械が入ってるんですけれども、30ミリ、20、30ミリぐらいかなの機械になってるんですけれども、まあ、多分ですね、オクタゴンとかクッションのオイスターケースを作るちょっと前の1910年から20年ぐらいにかけてのロレックスの時計ですね。機械はもうエグラ社の機械だと思いますね、これで。シルバーのハンターケースのロレックス。まあ、最初期っつってもいいかもしれないですけど、初期のスクリューバック式の腕時計ですね。ここではまだオイスターケースは開発されてませんので、この後オイスターケースになります。